こんばんは、ハムオです。今回は美課金的考察、魔剣士ピサロは課金必須、あれが強すぎるっていうところでお話ししていこうかなと思います。今回はキャラ性能考察になるので、長くなるかなと思います。いつも通りタイムスケジュール載せておくので、YouTube のチャプター機能で気になったところだけ見てもらえればなと思います。まずは性能確認からですね。公式同行者のものになってます。HP が6000ぐらい、攻撃が1300ぐらい、素早さが99ってところですね。メインジョブは魔族の王、サブジョブがサムライとトリックランサーになってます。続いて耐性ですね。射撃耐性が 45% とめちゃめちゃ高い値になってるんですけど、守りの腕輪で25、サブのダークテトラシルフィードでプラス5されている状態なので、本来の耐性はプラス15ってところですね。続いてピサロの剣ですが、不可能力は斬撃攻撃アップってところで至って普通の効果なんですけど、ピサロ専用の効果として、残耐性貫通率アップ20、 AP 消費率ダウン15、運アップ15っていうところで、かなり強い性能になってるかなと思います。特にこの AP 消費率ダウンっていうのが、新名石で付けられる獲得 AP アップとちょうどいい感じに被らないようになってるのが強いポイントかなと思いますね。続いてトラマスです。ピサロの遠いでいいのかな。 HP 防御精神回避素早さが上がるトラマスになってて、パラメータとしてもね、回避が上がるだけじゃなくて素早さも上がるので強い装備かなと思います。でトラアビを見ていくんですけど、自身が敵に狙われにくくなる&3ターン自身に、ヘイスト効果ってところで、このトラマスの効果がやばい。これ回数2回だったらマジでやばすぎたと思ってますね。ヘイトダウンしながらヘイスト効果ってもうまさに射撃キャラクターに使ってよとか、かなり高火力なキャラクターにつけてって言ってるようなもんなので、いや、このトラマスはね、本当に強いと思います。続いてサポアビですね。フンヌと三河氏の極意ってところで、フンヌが HP40% 以下でリアクション阻止率アップと物理ダメージが上昇する効果。三河氏の極意が素早さ射撃、魔法攻撃回避率アップってところですね。マサビとしては、いつものやつプラス、斬撃貫通15、AP 獲得補正プラス30ってところですね。サポアビの三河氏の極意は、まあ、つけることになると思うんですけど、フンヌに関しては、まあ、若干ね、ちょっと効果が使いにくいのかなと思いますし、まあ、ガッツで耐えた後の火力が上がるだけぐらいだったら、他のサポアビつけるかなって感じです。というよりは、トリックランサーの心得をつけないと、防御貫通率を、装備以外で上げることができないので、まあ、ほぼほぼトリックランサーの心得はつけるかなと思ってます。闘魂でね、普通の回避率アップしてもいいんですけど、やっぱり素早さとかを上げたいし、防御貫通も上げたいってところで、まあ、トリックランサーの心得と三河氏の極意をつけることになるんじゃないかなと思ってます。次、リアクションアビと LB ですね。魔剣士の陶器ってところで、攻撃を回避時に3ターン自身の防御貫通率、斬撃貫通率アップ3回まで重複ってところで、これは後ほど触れていこうかなと思います。LB は神速の剣戦で、対象の強化を全て解除後ダメージ特大ってところで、射程が長いので一発目に撃つか、ダークマターを撃った後に、まあ、これを撃ってものすごいダメージが出るかの2択かなと思います。ではピサロの強いところを見ていきます。こんな感じですね。回避すればするほど手がつけられなくなる、優秀なアビリティ、かゆいとこまで手が届くっていうところですね。順番に見ていきます。まずは、ステータスを比較していこうかなと思うんですけど、まあ、本来ならね、エレナとかバイオレットとステータスを比較したいなと思ったんですけど、すいません、ちょっと僕が持ってなかったので、まあ、それなりにね、近いようなキャラクターをピックアップしてきました。 HP 攻撃素早さ運を比較していきます。ピサロがまあ3235ってところなので、まあ、破滅シュテルとかロック、レイジのリレルイラに比べると、高いですが、まあ、ハタセラとかねサンクレットに比べるとちょっと低めっていう感じですね。ただ回避キャラクターの中では、公認放送の中でも触れられてたんですけど、HP は高い部類って感じですね。続いて攻撃です。攻撃もまあほぼほぼロックと同じぐらいですね。破滅してるとかハタセラほどの火力はないけど、まあ、サンクレットよりは火力があるって感じですね。素早さはなんと63ってところでめちゃめちゃ速いですね。ロックも超えてるので、公式同行者もね、オーディンだけつけてる状態だと思うんですけど、それでも素早さ99ってところだったので、この後ね、お話しするビジョンカードとかを考えると、かなり素早さが高いキャラクターになるんじゃないかなと思ってます。
最後運なんですけど、まあ、運もほぼほぼロックとかサンクレットと同じぐらいですかね。なので、回避は十分できる値なのかなとは思ってます。で、強いところ1番目、回避すればするほどってところなんですけど、まずピサロのデフォルトの、貫通力を見ておきます。防御貫通がトリックランサーの心で40、防具で最大20、新面積で最大10、斬撃貫通は、ピサロの剣で20、マス浴びで15、新面積で最大10っていうところですね。これに、リアクションアビリティを考えると、このリアクションアビリティっていうのは1回発動すると、それぞれ防御貫通、斬撃貫通ともに20上がって最大で60まで重複するとのことらしいです。というところで、さっきの値と合わせると、防御貫通も、斬撃貫通も、まあ、100を超えることもあるだろうし、あんまりね、防御貫通を装備とか足面積で持ってなかったとしても、100近くいくっていうところで、これは結構強いポイントかなと思います。最近必中の技を持ったキャラクターとか、命中しやすい技を持ったキャラクターっていうのは結構増えてはきているんですけど、それ以外のキャラクターの攻撃だったら全然回避できると思うし、タンクとかの攻撃だったら回避できると思うんですけど、回避させることによって相手の火力が上がってしまうところなので、この辺は相手に気を使わせるポイントかなと思います。次、優秀なアビリティってとこで、もともとね、公認放送でも触れられてたんですけど、火属性っていうのはいろいろ他の属性に比べて足りない部分はあるんですけど、まあ、今回ね、圧倒的な火力面っていうのがやっぱり足りないと判断されたようで、安定した火力が出せるキャラとしてピサロを設定しているようです。っていうところも相まって、まずダークマターからですね、防御ダウンっていうのはやっぱ素直に強いですし、無属性なので、まあ、属性耐性を無視できる。さらに無区分攻撃なので耐性すら無視できるんですよね。この技は、防御、単体耐性、バリア、プロテスでのみしか軽減することができないので、かなりダメージを通していきやすい技になってるかなと思います。しかも、相手の攻撃力を下げたりとか、治癒力を大幅ダウンさせたりできるので、まあ、基本的にね、単体攻撃なんでタンクに座れることが多いと思うんですが、ヒーラーとかがいたとしても全然余裕で押し切れるってところですね。次、グレンの魔剣で、まあ、これは非常に、使いやすそうな技かなと思います。範囲もちょっと特殊なんですけど、割とこういう特殊な範囲って結構使いやすいことが多いし、まあ、命中しやすいダメージなんでね、回避とかも相手にできるんじゃないかなと思います。次、破壊の剣撃で EX120 のアビリティですね。そこそこ射程があって十字範囲で、射程高低差、範囲高低差ともに使いやすいアビリティで、かつアビリティの内容としてガッツ解除、物理バリア破壊っていうところまでついてきてるので、これはかなり使いやすい技かなと思います。攻撃アビリティはどれも優秀ですね。サブジョブは、メインのジョブか、トリックランサーで迷うかなと思うんですけど、十字範囲をね、より増やしたいのであれば、メインの方にして、まあ、兜割りで残耐性も下げれるっていうところ。サブジョブをトリックランサーにすると、めちゃめちゃ強いバインドスローが使えるようになるので、まあ、これもね、治癒力を大幅ダウンさせたりとか、割とね、打てる範囲が広いかったりするんで、まあ、ここは、好みかなと思います。次、かゆいところまで手が届くってところで、これはジャンプと、AP 周りですね。ピサロはデフォルトでジャンプ値が2なので、割とね、デコボコしたところでも動きやすいってところは、まあ、メリットですし、AP 周りのね、補助が結構大きいんですよね。ピサロの剣で、まあ、消費率ダウンしていて、まあ、サービで獲得補正していて、不屈の闘士で AP をさらに回復しつつっていうところなので、結構ね、自身のバフだけで、十分 AP 確保できるんじゃないかなと思っているので、いい感じの性能かなと思います。続いて弱いところなんですけど、こんな感じですね。 HP が高くはない、射撃魔法以外に対しては回避力が波程度になっちゃう、扱いが難しいところですね。順番に見ていきます。 HP が高くないってところなんですけど、最初ね、ピサロってどうなの、微妙なのって思われてた方多いと思うんですけど、ね、本家のステータスとかを見ると、もしかしたらピサロはやばいんじゃないかっていう動画を、この前出したんですね。で、そういうところを考えると、まあ、ステータスのね、暴力で押してくるようなキャラクターになったら、いくらね、回避が微妙な環境とはいえ、かなり強いんじゃないかっていうところなんですよね。ただ実際にこうステータスを比較してみると、確かに回避キャラクターの中では高いんですよ。回避キャラクターの中で最も HP が高いのが、不死身のザザンらしいんですけど、まあ、それに次ぐ2位ぐらいの HP は持っているとのことなので、
まあ、確かに回避キャラとしては HP は高い方ではあるんだと思うんですけど、現実的なね装備をつけて、まあ、例えば HP20% アップしたとしても、6500とどまりぐらいなんですよね。で、公式読者のものは、トラマスにね新面積がついてなかったりするんで、完璧なね数字とは言えないんですけど、おそらく頑張って HP を持ったとしても、まあ、6000後半から7000前半ぐらいに収まるのかなと思ってます。で、そのぐらいの HP だとマジンフィーナとか、ハタセラとかの、まあ、命中しやすいダメージで、まあ、ワンパン圏内の HP になってしまうのかなと思うんですよね。そうなると結局ガッと1回消費させられてしまうので、できれば初撃は HP の範囲内で1回耐える、次はガッツで耐える、3発目でようやく倒れるっていう風にしたいんですけど、やっぱり1発はさすがに耐えられない HP なんだなっていうところは弱点かなと思います。次、射撃魔法以外に対しては回避力が並程度にいったところで、この三日足の極意っていうサポアビは非常に優秀ではあるんですけど、やっぱり、射撃と魔法に対してしか回避が上がらないんですよね。まあ、その代わりプラス25っていう普通のやつよりは大きい数字なんですけど、それに加えてロックとかエレナっていうのは単純に回避率を上げるサポアビを持っているので、まあ、どんな状況どんな攻撃に対しても、まあ、一定の効果発揮できるってところはちょっと使いづらいポイントかなと思ってます。実際三日足の極意とトリックラサーのほぼこの2つを選択すると思っているので、まあ、投稿をねつけると回避率アップで多少ねその辺カバーできるんですけど、まあ、じゃあ上の2つどっちかを外してまで闘魂を入れるかっていうと、まあ、多分そうはならないんじゃないかなって思うんですよね。で、最後扱いが難しいってところで、これは2点あってこんな感じですね。回避は特化してこそ光るっていうのと、今のところ相方はいないってとこです。で、簡単に言うとやっぱ回避っていうのは基本的には極限まで装備とかを揃えて初めてめちゃめちゃ強いっていう形だと思ってます。なんで装備とかビジョンカードとか必要なものが多いので、まあ、ピザロから始めますみたいな人に結構おすすめしにくいのかなと思ってるんですよね。で、かつ回避っていうのは1人いるだけだとやっぱりそんなに脅威じゃないので、基本的にはね2人3人で組むことがまあ前提になるんですけど、非属性で回避キャラクターといえば、まあ、バレンタインイルディラぐらいしかいないし、まあね、限定のキャラクターなんで今から入手することもまあ厳しいっていうところで、やっぱちょっと扱いは難しいかなと思ってます。で、物理依存のキャラクターなので、それぞれ対策どんなのがあるかっていうとこんな感じですね。基本的には対策があって、プロテスト単体範囲耐性のみ、まあ、打つ手なしって感じですかね。最後、弱点克服方法なんですけど、こんな感じかなと思ってます。まあ、やっぱり回避キャラクターの中で HP は高い方だとは言え、じゃあワンパンを免れるラインなのかっていうとそうではない気がしているので、まあ、この辺はね、自身のガッツを使ったりとかタンクにヘイトを向かせたりとか、自身のトラマスのような感じで、まあ、ヘイトダウンを駆使するとか、まあ、そういったところが必要になってくるのかなと思います。で、回避力に関してなんですけど、まあ、最悪ね、どうしても回避力を底上げしたいっていうのであれば、まあ、闘魂を採用するか、バフを必ず貼るっていうムーブで解決はするのかなと思います。ただ、どれだけ頑張ったとしてもやっぱ純粋な回避力っていうのは光回避に劣ってしまうっていうのは、まあ、これはもうキャラクターの揃い具合とか、ビジョンカードの充実さ具合から考えても、まあ、ここはね負けてしまうかなと思ってます。で、最後扱いが難しいってところなんですけど、まあ、まだね非属性はピサロが追加されただけなので、結局ねこの後来るであろう新しい非属性のキャラクターを待つことにはなるんじゃないかなと思ってます。僕は個人的に予想してるのは本家 FFBからレーゲンが非属性で実装されるのかなと思ってます。で、次、サムネイルにも書いたあれって一体何なのってところをお話ししていくんですけど、これですね、トラマスと火のビジョンカードです。まずトラマスからですね、このピサロの脅威っていうのは、まあ、防具としてのステータスも、さることながら、やっぱトラマスのアビリティがめっちゃ強いんですよね。ヘイトダウンしながらヘイスト効果ってところなので、まあ、右に乗せたようなね、遠距離から攻撃できるかつ高火力なアタッカーにこのトラマスをつけて発動させると、いや、それはすごいことになると思ってるんですよね。特にアライアに関しては自分のバフでね、AP 消費率を下げられたりできるので、基本的に活性光もまあなしで戦っていけるし、そもそもサパービでねムーブがマイナスされてるので、結構ね相性はいいと思うんですよね。水着ヘレナみたいな感じで、かなり火力があって、
魔法系で初期 AP も高いようなキャラクターにこいつをつけるっていうのも、手だと思います。それも強いと思いますね。で、ネクタイとの併用もできるかなと思っていて、ネクタイを装備した状態の、キャラクターで、まあ、キトのトラマスですね、ヘイトマイナス8されるんですけど、それを使ったら、ヘイトがねマイナス5まで下がるってところも検証済みなので、これもね同じことはできるんじゃないかなと思います。装備枠はね結構広くて、まあアライアとかハンターのジョブを持ってるキャラクターに結構使えるのかなと思ってます。ただ一応現年の鈴と比較すると、まあシークバーがねちょっとだけ大きめなので、まあ一部装備できないキャラクターはいるみたいなんですけど、ちょっとどのキャラクターが装備できないのかわからないぐらいには装備枠は広そうでしたね。で次、非属性のビジョンカードってところで、こちらに関しては公認報道の方でまさかの情報が出たのでお話ししていくんですけど、こんな感じですね。非属性のビジョンカードは、ドラクエタクトコラボの VC になるそうで、限定 VC だそうです。でしかも、パーティーアビリティが運 35% と、素早さ 15% があって、まあ、真ん中にね該当するパーティーアビリティは何かすらも分かんなかったんですけど、まあ、そもそもね運 35% と素早さ 15% がある時点でこのビジョンカードは絶対に引くべきですね。で限定付与効果として、回避が上がるものプラス耐久が上がるものもつけるよってところでしたね。ピサロが非パーティーに入るかどうかってところなんですけど、物理火力枠として入ると思うって感じですね。まあ、格好書きしてるんですけど、まあ、それはなぜかっていうと、やっぱピサロはね新しい非属性のキャラクターなので、他の非属性のキャラクターに比べるとやっぱ最近のキャラクターでスペックも高いので、もちろん入るとは思うんですよ。ピサロを入れることによって火に足りない火力っていうのは底上げされるので、まあ、より一層ね氷属性のパーティーっていうのには、まあ、安定して勝てるようになるんじゃないかなと思ってます。ただじゃあ氷属性以外どうなのって考えた時に、まだね他属性のいわゆるテンプレパーティーっていうものに、まあ互角で戦えるもしくは勝てるぐらい新しいテンプレが完成したとまでは言えないようなキャラクターかなと思ってます。氷属性と風属性って、まあ、ジュームとベリスが実装されたぐらいの時は、まあ、いわゆるねテンプレパーティーというのが、まあ、なかったと思うんですけど、アライエスのイリーザ、ハタセラ・サーダリーみたいな強力なキャラクターが加わることによって新しいテンプレっていうのが出来上がったんですけど、今回その既存の非属性のキャラクターと、まあ、ピソロを見てると、まあ、そこまでの画期的な底上げ対象っていう風にはならないんじゃないかなって思ってます。実際、まあ、非属性の回避キャラクターで使うっていう風に考えると、もう一人相方となる回避キャラクターは必要だと思いますし、光属性みたいにね、かなり強いビジョンカードっていうのもさらに必要になってくるので、まあそういった意味でこうピサロから始める人だったりとか、ピサロで非属性始めてみようっていう人にとってはやっぱちょっとね難しい部分は多いのかなと思います。で最後に引くべきかってところなんですけど、非属性をね強化するもしくは集めるっていう目的が明確にあるんだったら、引くのはありかなと思ってます。ただ、オーモンとドレセラセティアといった感じで、まあ、非属性のねいわゆる旧テンプレに出てきたようなキャラクターを持っていなかったりとか、まあ、この後出てくる非属性の VC をスルーしようと思っている方なのであれば、無理してピサロを引く必要はないかなと思ってます。ただ、ピサロに関してはトラマスがめちゃめちゃ強いっていうところと、非属性のねビジョンカードが、まあ、強すぎるので、ピサロをトラマス目的で引いて、まあ、99ぐらいまではかけら買うけど、それ以降は全て盆栽すると、非属性ビジョンカードは、取りますみたいな場合であれば、まあ、ピサロをね取ること自体はまあありかなと思います。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。今回は、ピサロに関して、考察してきたんですけど、いかがだったでしょうか。ピサロはね最初ちょっと微妙かなと思ってて、本家をねちょっと調べたら、あれもしかしてピサロめっちゃやばいんじゃないっていう風に傾いて、実際蓋を開けて見てみるとトラマスめっちゃ強いけど、まあ、ピサロの本体自体は、まあ、この前出した動画のようにはさすがにならなかったかなっていうとこですね。まあね、ゾーマもそうなんですけど、今回のドラクエとコラボとかで、始める方ももしかしたらいるかなと思うので、よければ育成の参考にしてください。よければ高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。